図として知られたジョセフ・エドワード・コリンズはアメリカ合衆国ペンシルベニア州スクラントン出身の MLB の元プロ野球選手。左投げ左打ち。1948年9月25日にニューヨークヤンキースの一員としてメジャーデビューした。ヤンキース一筋で MLB に10シーズン在籍し、ワールドシリーズに7度出場した。 6フィート185ポンドの体格で、左投げ左打ちであったため、内野のほとんどのポジションには不向きとされ、レギュラーシーズンでは715試合で一塁手を務めた。また、通算114試合では外野手を務めたが、コリンズは最も多く出場した1954年のシーズンでも出場機会は130試合にとどまっていた。コリンズは、 右投げ右打ちのビルスコーローンとプラトーンシステムを組むこともよくあった。コリンズはレギュラーシーズン通算86本の本塁打を放ったがより重要だったのは強力なヤンキーズの一員としてワールドシリーズで放った4本であった。コリンズはジョーディ・マジオやミッキー・マントルとチームメイトだった。MLB 最後の出場試合は 1957年9月29日だった。コリンズの MLB のキャリアはヤンキース一筋であった。1958年のシーズン当初にコリンズはフィラデルフィア・フィリーズとのトレードに出されたが、これを拒んで引退を選んだため、トレードは破断となった。コリンズは1989年にニュージャージー州ユニオン群のユニオンタウンシップで死去し、同地ではコリンズを称えて、 小さな公園に彼の名が付けられた。この公園はライブラリーやベニュー近くにあり、コリンズを記念するプラークも設けられている。ありがとうございます。